はじめに岸田総理よりご挨拶をいただきます。はい、本日はお忙しい中お時間いただき誠にありがとうございます。本年5月に新型コロナを5類感染症とし、インフルエンザと同様の扱いといたしました。新型コロナの発生動向については定点報告によりますと緩やかな増加傾向にあると認識をしております。専門家の先生方にはこの5類移行後の感染状況についてどのように見ておられるのか、また夏に向けて今後の見通しを含めご意見をお聞かせいただきたいと思っております。また政府としましてはこの新型コロナワクチンについて重症化等を防ぐために先月から高齢者や基礎疾患をお持ちの方々の追加接種の開始をしたところです。私も一昨日6回目の接種を行いました。そして医療についてはこの5類移行に伴いより多く この一般 この病院やクリニックで診療を行う体制へと段階的に移行をしているところです。夏に向けて感染防止のためにどのようなことに気をつけるべきなのか、こうしたことについても合わせてご意見を伺いたいと考えております。引き続き万全の備えをしながら国民の皆様が安心して豊かな暮らしを送ることができるよう全力で取り組んでいきたいと考えております。先生方のさまざまなアドバイスを心からお願い申し上げます。よろしくお願いします。以上です。